はい、皆さん、おはようマギシャカです。はい、今回はこの題名通り昆虫王者虫キングをね、ちょっと実況していきたいと思います。まあね、巷で話題のゲームなのかな。ちょっと前結構流行ったの、新しいカードができて結構リニューアルされたらしいのでね、ちょっとおゲーム持ってんじゃんってことで DS バージョンなんですけども、ちょっと実況していきたいなと思っております。はい、データは初めからです。ちょっと出ちゃったけど、はい。そして簡易的なカメラなのでとても画質が悪いです。そして声も小さいんですが、そこは配慮して聞いてください。では始めていきます。めっちゃこれいちいち言うんだな。見えない見えない。あ、タッケちゃんだ。タッケちゃんやってた。タッケもいいや、タッケチで。あ、いや、タッケチで、はい、タッケチ。面白いからお話で。誰ですかっていうね。懐かしいですね。おお、なんかカードもらったぞ、これ。タッケチは。他の街行けんのかな。まだ早立ちしかないんだね。マリンパークあって。おお、かわいい。誰だよ。あ、ゲームできんのかい。まあいいや。できんのかいってな。さあ、ハイダーランドは誰がいるんだ。誰だよ、この人は。羽田ランドって羽田ランド。めっちゃ人いるし。マリンパークに比べてめっちゃ人いるし。さあ、テックアリーナ、テックアリーナ。誰だよ。これ、あれだよね。アドバンスジェネレーションの時からもいるよね。テッカリーナはね、結構人が入りそうですね。めっちゃずれてる。はい。いやー、もう、ちょっと貸してください。貸してください。はい。これ映るか、ちゃんと。下画面は何も起きないから上画面だけで。らしいね。わかんないけど。こうやって全然ピントが合ってないよね。虫バトル？やる。軽くするでしょ、やっぱりここは。はい、じゃあね、今回はここぐらいで終わりにしてみようかな。
はい、とりあえず今回は虫研究の実況やってみましたね。まあこんな感じで実況やっていきます。ちょっとピントが合ってないからね、ずれるかもしれないけど。まあそういうことでね、今回はこのぐらいで終了しております。皆さんご視聴ありがとうございました。次回もね、なんかこういう中古系のゲームどんどんやっていこうかなと思うので、まあぜひね、やってほしいゲームがあって、そういう自分の家にね、それがあったら、まあやっていきたいなと思っております。まあなんかあったら、リクエストとかなんかしてください。多分、できる確率は低いんですけども。はい、ということでね、虫系の実況を上げるのかな？まあ、上げる気になったら上げるのでね、そこのところよろしくお願いします。それでは、これぐらいで終わりにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイです。良い睡眠を。